貧乏球団がやばい。野球球団の中でもお金に困っていたチームがあります。今回は野球球団の貧乏エピソード50選をお送りします。まずは伊手前打線で有名な近鉄バファローズ。赤字が続いていたためオーナーが優勝を目指さず2位を目指せと指示をしていた。選手は全員優勝するためにシーズンを戦っていたが、球団として優勝すると選手の年俸を上げないといけないため、選手との温度差は広がるばかりだった。プロ野球では優勝するとハワイ旅行に行くのが恒例行事で、ほとんどの選手が家族と一緒に行き、旅費も含め食事代などもほとんど球団が持つものだか、近鉄はまず飛行機はエコノミーで、タダで連れて行けるのは奥さんのみで子供は自費。夜ご飯など飲食代くらいは出してくれるだろうといろいろと頼んだが、後からきっちり請求させられたらしい。プロ野球選手のユニフォームは試合後はクリーニングに出すのが一般的だが、近鉄は規定枚数以上出すとお金がかかっていたらしい。特にピッチャーはまめに着替えるのでクリーニング費用が結構痛かったらしい。しかもクリーニング後は仕分けはされておらず、大きな袋にまとめられてそれを仕分けるのは新人選手の仕事だった。近鉄は契約更改の時に普通は100万円単位の交渉になるところを3万円や5万円単位での交渉から始めていき、中途半端な都市棒になることもあったらしい。藤井寺球場の人工芝は長年整備がされておらず、コンクリートのように硬かったとか、そのためスライディングをするとユニフォームに穴が開いたり怪我をしたりする。また打球速度もかなり速いため、相手チームの助っ人外国人選手がバッターの時は内野は外野手の手前ぐらいまで下がって守っていた。特に雨の日は内野手は地獄だったようだ。近鉄は所沢の西武線に弱く、その理由としては大阪から埼玉までの移動が在来線を乗り継ぎ、長時間の移動になりきつすぎて試合をする頃には寝不足と疲労で試合どころではなかったらしい。ホーム球場である藤井寺球場のグランド整備員は阪神園芸などとは違い、シルバー派遣からのおじいちゃんがやっていたため、慣らし方もよく分かってなく全く整備ができておらず、ボコボコが当たり前だった。そのため選手がやっていたことも。近鉄バッファローズのもともとのホーム球場は藤井寺球場だったが、改修工事をする費用がなかったためフェンスは低く、電光掲示板もなくナイター設備もなく、プロ野球の試合をやれるような球場ではなかった。なんとか改善しようとしていが、近隣住民から反対の声が上がるなど10年近く工事ができなかったそうだ。常に球場がガラガラだったため、選手が観客の数を数えれるくらいだったらしい。しかし新聞には観客動員数はかなり盛られて記載されていた。次は広島東洋カープ。今でこそ人気球団だが、もともと貧乏カープと呼ばれ2軍の練習施設がなかった。そのため2軍の選手は広陵高校のグランドで練習をしていた。しかも夕方からは高校生が使うため授業の合間の空いた時間しか使えなかった。プロ野球の継続的な加盟費用が払えず、2軍選手を自由契約にしてなんとか加盟費用を準備したため、1軍が試合から帰ってくると2軍が解散していたことがある。2008年広島東洋カープの全選手の年俸より黒田投手が FA でメジャーに移籍した際の移籍金と年俸の方が高かった。広島カープの寮では昔、米が足りないのでおかわりが禁止されていた。ある日食堂にとんかつが並べてあり、選手たちは喜んだが、それは相手チームの中日の選手たちのもので、広島の選手は目指し1本とご飯1杯だけだった。遠征費も新幹線や飛行機の移動ができなかったので、寝台列車や普通電車での移動だったため、電車の通路などで寝ていた。さらに泊まるホテルなどもないことがあり、球場で寝泊まりしていたこともある。そのため樽募金として市民から募金をしてもらい、なんとか球団を存続させてきた。広島が市民球団と呼ばれているのはこのような経緯があったためである。広島のベンチには扇風機がなかったため、ヤクルトの選手たちからベンチの扇風機を寄付された。2015年まで球場隣接の屋内練習場のない唯一の球団だった。広島は12球団で唯一チアがいない。そのためビールの売り子に踊らせて支出を抑えている。 FA で獲得した選手が黒田投手だけ。また今では各球団ファン感謝デーなどで記念ユニフォームをお客さんに無料で配るイベントを行っているが、カープだけは行っていない。次は日本ハム。まだ東京ドームが本拠地としていた頃、同じ東京ドームを本拠地としている巨人との賞金の差がえげつなかった。例えばピッチャーで完投をした場合、巨人の完投賞は賞金100万円とブランド品、日本ハムの場合賞金10万円とスポンサーが出している物置、自分で組み立て式など格差がかなりあったようだ。
また当時は人気球団として有名で客席がガラガラなことも多かったようで、ファイターズのグッズやチケットの売り上げが20億だったのに対し、東京ドームの借地料は40億だったため、毎年かなりの赤字経営だった。キャンプ地の宿舎もひどく全く手入れがされてなく、1年前のドリンクがそのまま冷蔵庫に入っていたそうだ。またベッドもカビ臭く、シーツなども変えてないため、寝ることもままならなかったようだ。福岡ソフトバンクホークスは、までこそ金光球団で上昇軍団のイメージが強いが、その前身でもある南海ホークスはかなりの貧乏球団で有名。まずユニフォームがひどかった。素材がひどく穴が開いていたり、刺繍がほつれていたり、かなりのボロボロだった。洗濯も選手が自分でやっていた。食費は球団から出してもらえてはいたが、1日500円だった。一食でも少ないぐらいなのだが、選手たちはなんとか食費を抑えようとマクドナルドに並んでいたとか。そのため他球場に行くと弁当や軽食がいっぱいあるため、次の日のためにとみんな持って帰っていた。試合前の軽食はポテトチップス1個だけだった。ベンチには図すらも用意されていなかったらしい。ちなみに巨人は冷蔵庫の飲み物や自動販売機の飲み物は全部タダだったらしい。1980年代までローカルルームの暖房設備は火鉢だけだった。また風呂場に石鹸やシャンプーなどもなく、選手が自分で用意していた。野村監督が現役時代に2年連続で2冠王を獲得したが、まさかの減俸に遭う。理由として他の選手の年俸を下げさせるために、野村監督でさえ下がったから文句を言えないようにするためだったとか。また球団スタッフも少なかったため、マネージャーやスコアラーなど一人でいろいろな業務をこなさなければならなかった。専用バスがあるにはあったが古すぎるため、よく故障していたが、修理も選手がやっていて動かなくなった時は選手が押して動かしていた。試合前にほとんどの体力を使っていたので試合どころではなかったらしい。西武ライオンズの前身のチームとして西鉄ライオンズは有名であるが、西鉄ライオンズから西武ライオンズに変わるまでの6年間、太平洋クラブライオンズ、クラウンライターライオンズ時代は親会社が経営なんで、正捕手は郵便局で年賀状の仕分け、中継ぎエースは自衛隊勤務など、アルバイトや副業をしながら野球をやっていた。その頃のライオンズは練習球すら用意できず、他球団の練習球を拾ってきては自分たちの練習球として使っていた。またほつれたところなどは自分たちで縫うなどして限界まで使っていた。最終的には親会社のクラウンライターの本社の社屋が大火事で焼け落ち、野球どころではなくなった。記憶にも新しい中日ドラゴンズの米騒動だが、立浪監督が野手の奮起を促すためだと言われているが、実は経費削減の意図もあったらしいようだ。ただでさえ若手が多い上、新しく加入した細川選手なんかはかなりの大食いなので、球団としても少しでも経費をかけたくなかったのではないか。また岡林選手が侍ジャパンに参加した際、ベンチ裏に大量のご飯やおかずがあり、周りが心配になるほど食べていたらしい。中日ドラゴンズは球団職員も少なく、各球団は大体が100人を超えているのだが、まさかの54人と半分の人数である。そのためそれぞれの役割分担が多く、細かいところまでは目が行き届いていないらしい。組織として大丈夫なのか心配になるレベルである。また満を持してファンからの要望も多かった立浪を監督として新たな船出を切ろうとし、立浪監督が就任した2022年には外国人選手を獲得し打線の強化を図ると約束した。ところが実際にはシーズンの途中でキューバ出身の育成選手を獲得したのみで、全く戦力強化を図らなかった。むしろ主力選手もトレードなどで出ていったため、逆に戦力ダウンした。リーグ再開の得点力からホームランテラスをつけるように監督もファンも訴えているが、金銭面でなかなか動こうとしない。選手や球団のためにはお金は使っていないが、本社ビルはきっちり建て直した。会社の業績は読売、朝日新聞に次いで3位の売上部数があるため、ドラゴンズに少しは使ってほしいところだ。1、2軍の選手や若手が住んでいる寮が名古屋球場のすぐ隣にあるのだが、入り口のドアは閉まっているが鍵が壊れているため誰でも入れるらしい。今はさすがに治っているかも。横浜ベイスターズは親会社が TBS 時代再開が続きすぎて球団を手放すかどうかで内輪揉めを起こし、監督に相談もなく勝手に選手の獲得や放出をしたり、現場と意思疎通ができていなかった。選手の年俸にも影響が出て、モチベーションを上げるのも厳しかったようだ。そのためチームの強化がうまくできず、同じ年にチームから首位打者とホームラン王を出すがぶっちぎりの最下位だった。今年から楽天の監督に就任した今江監督ですが、12球団の中で一番年俸が低い。ほとんどの監督が1億円前後のところ4000万円と言われており、ファンからももう少し上げてと言われているらしい。
楽天イーグルスが設立初期には、選手たちが一緒に住むアパートが狭く、共同で食材をまとめ買いし自炊生活を送っていた。トレーニング施設の改善が難しかったため、選手たちは自らアイデアを出し合い、簡易なトレーニング器具を作成したり様々な方法で練習していた。またランニングはどこでもできるので走り込みのメニューがかなり増えたとか。地元のファンが貧乏な状況を知り、寄付や応援イベントを通じてチームをサポートしたことがある。チームが資金難に直面した際、選手たちが自主的にサイン会やイベントを開催して資金を調達したことがある。ある試合で予算の都合でユニフォームの色が微妙に異なることがあり、それが逆に楽天らしいとファンは喜んだ。選手としてはバレて恥ずかしいとは思うが、ファンが喜ぶならとあえて着ていたこともあった。地元のファンとの交流を大切にし、貧乏ながらも無料のイベントを開催してファンサービスに励んだり地域に積極的に貢献した。そのおかげで東北に楽天というチームが馴染んでいった。また震災後はチャリティーイベントを行ったり、定期的に地元の小学校などを訪問したりと、様々な方法で東北の人に元気を分け与えている。以上がプロ野球貧乏エピソード50選になります。何か気になったエピソードはありますか？ありましたらぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。